4月30日、代官山ティーンズクリエイティブで声と体を使って音楽を作るワークショップが開催されました。クリエイティブとはどういうことかを体感できる代官山ティーンズクリエイティブでは、さまざまな分野で活躍するクリエイターによるワークショップなどが行われています。この日は音楽家の青柳拓司さんを迎え、声や体を使い、音を重ね合わせてその日だけの音楽を作りました。5人の参加者は青柳さんの動きに合わせて声量を変える遊びや手拍子、足踏みなど体を使ったリズム遊びをしました。後半には声を一つの楽器として考え、意味のない音声で歌うスキャットという歌唱法で歌いました。高さとかで迷う部分あったけど、とりあえず声出したらなんかみんなとわーなんか一緒にやってるなってなって、すごい楽しかったです。音が気持ちよくて眠くなりました。おーっていうところで裏声か地声出せばいいのか分からなくなって楽しかった。音楽をぜひその、ね、生涯の友みたいにしてもらえたら嬉しいなと思います。あとはそのやり方も本当に極めるとプロっていう形があったりもするんですけど、そういうことには本当にとらわれず本当に楽しんでもらえるのが一番僕として嬉しいですね。